連ンは、超高地取り目連ン化に分類される鳥類の一種。本種のみで、ハイドラフナネス属を形成する。ユーラシア大陸南東部、スリランカ、台湾、フィリピンで繁殖し、北方の個体は、インドネシア、マレーシア等に渡って越冬する。日本では、名鳥として、本州や四国、九州、南西諸島で数回観察されただけだったが、 その後記録が増え南西諸島ではほぼ毎年記録されている。夏から秋にかけての記録が多いが、越冬例もある。全長55センチメートル。夏はでは、尾が長くなる。夏は,は頭、喉、翼が白、首の後ろが黄色、体の羽毛は黒か四色になる。冬和では、尾が短くなり、目を貫いて胸まで走る黒い線ができる。 体の背中側の黒褐色も薄くなる。孔子の指と爪が非常に長い。湖や地小等に生息する。長い指と爪により寒時期のように圧力を分散させ、池の上に浮いた水蓮や肘の葉の上を歩くことができる。水上に水槽等を束ねた浮き巣を作る。植生は雑食で植物の根や茎等だが、昆虫類や甲殻類、貝類等も食べる。 繁殖期には、ピーピー、その他の時期は、中々と鳴く。繁殖期は5月から9月。繁殖形態は、男性で1回に3から4個の卵を産む。繁殖は、一切タフで、卵とヒナの世話は、オスが行う。生息場所は氾濫の危険があるため、魂と同じような繁殖形態を発達させたと見られる。ヒナは孵化するとすぐに歩くことができ。 さらに泳ぐことや水に潜ることもできる。連隔は、オスが子育てをするためにオスはメスにとって、希少主源である。メスは、オスの巣へ侵入し、抵抗する、オスの子たちを殺す。オスは、その後、メスとつがい、新たな子を育てる。ありがとうございます。